次に、第2段階としてフルートを、まあ、組み立てました。で最初の音出しですね、まあ、ある程度やパタパーのためかもしれませんが、片手でなるべく持っていただくとこういうふうに、両手で持ってるとこんなふうになったりいろいろしちゃうんですが、片手で持つとこう、ここが直角っぽく楽器を支えざるを得ないです。で足りない部分はちょっと右手でこうやって押したりするとこうやって楽器が唇に当たるので、左手のこのここが人差し指の付け根ですね、ここが支点になり右手で押すというと、ここが唇に残されるというふうになります。それが楽器が安定します。これが一つの考え方。今片手でとりあえず持ってみますと、全部塞ぐとその音ですよね。この音がオクターブ上がる練習してもらってもいいです。戻ってきても面白いです。で戻ってくる練習難しいんですね。物音ってこう行っちゃう方が人間っていい、楽なって言えば楽なんですが、で戻るってことによってコントロールをつける練習が大事なことになります。また あるいは軽やかに生き生きする、そういう考え方になります。しっかりこう音を作っていくっていうのは大事なんですが、軽やかさっていうのも大事、それからこう太さも大事だけど細さも大事っていうのを持ってください。そうすると良くなります。同じようにラ、Cフラットっていうのはこのブリッジアディキーっていうのを使うと出ます。今 Cフラットと、ね、こうなってます。それから C ナチュラル、これをこれを外すと、片手でどう出すのはちょっと難しいんですが、こう例えばどっかをこうやってこういうとこ持つと出ますね。って出ますよね。まあこの時はちょっと右手でこうやって押してあげてもいいです。そうするとあるいは難しい人はこうやって指を下に入れてもらうと保持になりますよね。これを一拍一拍、例えばですがテンポを、そうですね、こう人によるので何とも言えないんですが、だいたい心臓の鼓動と同じ70ぐらい、67、8にすると、いい練習になるでしょ。これを8分音符4分音符から8分音符に行くときに頭の中の切り替えがあります。4分音符は一個一個踏みしめていく感じ、深いですよね。で8分音符は1個に2個なので、タタティタタタ、つまり軽やかになりますよね。解放される。最後今16分音符をちょっとやりましたが、16分音符まで最初やらなくていいですが、4分音符と8分音符は必ずやりましょう。
まあ、こういう練習するのも大事です。で、お昔は、大先生とかもこう顎をなるべくオクターブ上がるときに出しましょうっていう言い方をされたと思うんですが、あまりそれだとちょっとこう運動性にとか音質もちょっと変わるので、できましたら少し唇をなんていうんだろうな、うっていうか下の音域に関してはよりも上がると、う、少し唇がこうあのね、なんていうかなる、尖るっていうか、でここの上唇の下側に実は息が当たって吸っていきます。で、ここも塞ぐ量が変わるので出てきます。これ滑らかに、あのよく上手な人のフィルターを見ると、粘膜をこう上手にこう柔らかく使っているのが分かると思いますが、そういう風になっていただくといいと思います。ね、ここ変わってきますよね。ここでレが、上げるだけで出ます。あるいはもちろんしなくても出ますが、一応吹きやすいということでこうします。Cフラット。ファが一応出ます。だから C ナチュラル。ファシャープが出ます。だからド。苦しいですが、ソは。出ます。でもちろんドシャープでソシャープが出ます。こういう風になってます。だから片手だけでもみたいな、これドヴォルザークの、シンフォニーのどっかだと思うんですが、こんな風にも8番だったかな、こういうことができますよね。あるいはちょっと遊びでできないか、なんかこう遊ぶつもりで、吹いていただいても結構ですので、こうやってあの感覚をつかんでいただく、ね、で片手で楽器を支えられるよう、ね、カークさんというのは、こう片手でフルートを吹きながらこう鼻にリコーダーみたいな笛を当てて両手で吹いてるっていう映像がありますが、まあ、なかなかそんなことはできないんですけど、片手で楽器を支えられると後々が楽です、ね、そういうふうにこのバランス感覚を掴んでいってください。音もそうやっていい音を追求してみてください、ちょっと、話が広がってしまいましたが、そんな形で楽しみながら初めの音出し、ね、